による警察小説シリーズ講談社ノベルスより2011年から刊行されている期間12巻警視庁殺人分析班と解題し講談社文庫より文庫化されている刑事だった父の意志を継ぎ刑事となった主人公木更木投子が警視庁捜査一家のメンバーとともに様々な事件に立ち向かう姿を描く 2020年11月時点でシリーズ累計発行部数は68万部を突破している。ワウワウ連続ドラマ W で殺人分析班シリーズとして2015年からテレビドラマ化されている。刑事だった父の意志を継ぎ、警視庁捜査一家の刑事となった木更木東子が彼女が所属している警視庁捜査一家11係のメンバーと共に、 様々な事件に立ち向かう。現在、日本の警察小説分野では組織と個人の対立や部署同士の圧力を描いたものが多く見られるが、本シリーズは本格ミステリ的な謎解きを重視した点に特徴がある。作品の構成としては、冒頭に提示された謎、警察組織による捜査、推理による犯人の特定というスタイルを取る。推理の手がかりは仏証であることが多く、 医療、工業、建築など幅広いジャンルから題材が選ばれている。本シリーズではほぼ2ヶ月に1件のペースで事件の捜査が行われ、奇数巻では骨太な警察小説になる要直球勝負を目指し、玉数巻ではトリックやアクションの要素を増やして変化球を投げる形をとっている。シリーズ第一作、石の眉警視庁、捜査一家11係の文庫化にあたり、 講談社ノベルス版では、警視庁捜査一課11係であったサブタイトルが、講談社文庫版では、警視庁殺人分析班に解題された。これは、版とすることで、チーム感を出すためであり、また、文庫は、表紙のスペースに限りがあるためとしている。このシリーズは、当初から映像化され、安いように、 適度なユーモアを加えること、極度にグロテスクな場面や性的暴行などは描かない、ことなどを心がけて描かれたため、手足や首を切断された遺体は登場しない。2015年、第1作、石の真由警視庁殺人分析班が、木村綾乃の主演で、テレビドラマ化され、8月16日から前後回、ワウワウにて放送された。2016年、第3作、 水晶の鼓動警視庁殺人分析班がテレビドラマ化され11月13日から前後回ワウワウにて放送された2019年石の眉警視庁殺人分析班を原作とするスピンオフドラマが10月6日から前後回ワウワウにて放送され第7作蝶の力学警視庁殺人分析班がテレビドラマ化され11月17日から前後回 ワウワウにて放送される。殺人分析班シリーズとしてテレビドラマ化され、ワウワウの連続ドラマ W 枠で2015年から放送されている。殺人分析班に関するカテゴリー。ありがとうございます。